皆さん、こんにちは。残念なお知らせでいます。吉村美恵子山形県知事が新型コロナウイルスに感染してしまいました。非常に残念としか言えない状況ですが、今日の山形東京も残念としか言えない状況です。いやー、誰が感染してもおかしくないです。さらに、愛知県で、なんと、ケルベロス株、ついに感染してしまいました。ついに日本でも来てしまいました。非常に残念としか言えません。 今すぐ緊急事態宣言出すべき。ふざけてるのも大概してもらいたい。とってもがっかりしております。泣きたいほどです。はい。自粛が妥当でございます。はい。何度も言いますけどもね。なぜ緊急事態宣言出さないんですか緩むのおかしすぎる。うん。まずはね、緊急事態宣言出すのが一番です。覚えてください。今までにもう喋れません。はい。 ステイホームやはり自粛が一番です。何回も言ってます。以上です。バイバイ。